バルバラは、フランスのシャンソン歌手、作詞家、作曲家。本名、モニック・アンドレ・セール。なんとにあるバルバラ通りの看板パリ17区で生まれる。第二次世界大戦勃発前は、パリ17区内やマルセイユ、ロアンヌなどに居住した。父は、ユダヤ系アルザス人、母方の祖母は、ウクライナ人。ユダヤ系であるため、ナチスドイツによる、フランス占領時代には、 アンドル県やオートイコールピーレネー県タルブ、イゼール県などを点々とした。戦後はパリ20区、パリ16区などに居住。同居していた母が亡くなったパリ16区の通り名がついた曲のほか、現在、道路名にバルバラの名前が付けられているなんとを歌った曲などがある。コンサートやステージの開催時、それら公演の宣伝を一切行わないにもかかわらず、 発売直後にチケットが完売する現象は神話と呼ばれた。制作、発表した作品群はフランス国民のみならず様々な国の聞き手に感銘を与え、現在も圧倒的な支持と評価を受け続けている。1997年11月24日、パリ西部近郊のヌイーシュルセーヌの病院にて呼吸器疾患で死去。十七歳。絶筆となった。 自伝、入れてウンピアノのワール、メモアール・インタランパスが、死の翌年、1998年10月に、フランスで刊行、遺作として発表された。ありがとうございます。